いやこんちゃんでおなじみのこんちゃんです。なんと今日は小美ミュージカルスペシャルステージ2017、先ほど終えたばかりのゲネプロを見てまいりました。いやーとても良かったです。本当にずっと鳥肌立ってましたね。それでは早速ミュージカル学科の皆さんにインタビューしちゃいたいと思います。ゴー。では井上先生にインタビューしちゃいたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいとても本当に良かったです。本当です。ありがとうございました。それでは早速インタビューしちゃいたいと思います。小美ミュージカル学科ならではのすごいところ、いいところなど何かありますか？一部のオリジナルミュージカルご覧いただいたと思うんですけれど、なんと脚本演出された方がこういう今ね、もうすぐ始まりますね、レディーベース帝国劇場ね、ちょうど8日、こちらが千秋楽の時に初日になるんですけれど、これにこのレディーベースというミュージカルに出演している大谷道宏先生が脚本演出なので、ミュージカル学科の強みというのはこうやって生の現場で活躍されている先生が実際に授業を行ってくれる、これが一番ですね。はい、ありがとうございます。いやーすごいですね。ありがとうございます。あ、中身もすごいかっこいいですね。だから勝利の先生はみんな現場のプロ、だから学校の先生じゃないんですよ。俳優さん、ダンサー、それから、声楽家、ボイストレーナー、こういった先生方が、講師として、授業を支えているので、だから本格的な教育ができます。さすが勝利ですね。皆さんも気になった方はぜひミュージカル学科の見学、体験入学にいらしてみてはどうでしょうか。お待ちしてます。お待ちしております。では本番を終えたばかりのミュージカル学科さんにインタビューしちゃいたいと思います。お疲れ様です。お願いします。それでは早速インタビューの方しちゃいたいと思います。今回の公演にあたり苦労した点は何かありますか？演目の中で一番最後に行う演目なんですけれども、1年生2年生が合同演目となっておりまして、総勢70人ほどを一気にまとめるというのが一番苦労しましたね。70名、すごい数ですね。お疲れ様です。じゃあそれでは2問目参りたいと思います。今回の公演で楽しかったことは何かございますか？私たち1年生は約40名ほどで踊っているんですけど、そのダンスが一つにまとまったなっていう空間が作れた時がすごい自分たちでも実感できることがあって、それがすごくみんなのエネルギーにもなるし楽しかったことだなっていうことと、あとは1年生先輩が大好きで、でその先輩方と同じ舞台に立てることが本当に楽しかったです。ありがとうございます。いやすごい、私先ほどゲネプロ拝見させていただいたんですけど、すごく良くて本当に感動して、もうずっと鳥肌立っちゃいましたね。あ、そうなんですけど、思い出したんですけど、関西弁を使われていらっしゃいましたよね。関西出身なんですか？大阪出身で、はい、もともと大学に通ってたんですけれども、こっちに通いたくてこちらに来させていただきました。ですよね、通りですごいペラ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 喋っていらっしゃるんで、練習したのかなって思ったんですけど。ありがとうございました。それでは本番も頑張ってくださいね。応援しています。ではこの後特別に公演の様子をダイジェストにてお送りします。それでは一緒にバイバイってお願いしていいですか？それじゃあまたね。バイバイ。